皆さんこんにちは。東京大学生産技術研究所は東京都目黒区駒場に拠点を持つ工学を中心とした研究所です。大学扶持研究所としては国内最大規模で110以上の研究室があり、総勢1000名以上が教育・研究活動に従事しています。ナノ・マイクロの微小な世界から宇宙の仕組みに至るまで、多岐にわたって私たちの明日の暮らしを開く研究を行っています。また東京大学生産技術研究所次世代育成オフィス ONG では、産業界・教育界と共同してイノベーションを創出できる次世代の人材を育成する教育活動、STEAM 教育や創造性教育の新しいモデルを作り出すことを目的として、さまざまな活動を行っています。はじめに岡部所長からのメッセージです。コロナ禍により私たちの生活は一変し、現代の科学や技術だけでは強力なウイルスに太刀打ちできないことを痛感しました。同時にテレワークやリモート講義などを通じて、デジタルトランスフォーメーションの重要性や将来性を身近に感じるようになりました。技術だけでは解決できない問題はあるものの、複雑化・多様化し続ける現代社会の問題を解決するために、工学に期待される役割はますます大きくなってきています。東京大学生産技術研究所は設立当初から工学としての学術研究の意義は社会実装の実現にあると強く意識してきました。専門の研究を極めるとともに、異なる分野の人たちと連携協力し、新たな学術分野を生み出し、実社会の課題を解決する新しい技術や研究成果を世の中に送り出してきました。また国内最大級の規模の大学の扶持研究所として、産業界や実社会で技術開発に携わる人材の育成も本所の使命としてきました。この精神と使命感は今も脈々と受け継がれ、産学連携を進める研究組織のトップランナーとして、工学に関わる諸問題に真正面から取り組んでいます。このような実績と積極的な取り組み姿勢が政権の名とともに広く認識されるよう、今後も私たちは大学の研究所として学術的成果を追求しつつ、革新を通じて新たな価値の創造に貢献し続けます。これからも研究成果の実社会の実装を見据えて、人文科学と工学を統合する学際的なアプローチを追求する新しい政権スタイルを作り上げていきます。この映像教材は2023年10月に開催された東京大学生産技術研究所次世代育成オフィス ONG と日本航空による飛行機ワークショップ2023パワーフォーザフューチャーの内容を編集したものです。 ONG では2016年から毎年日本航空とのコラボレーションにより飛行機ワークショップを継続しています。コロナ禍の2020年度と2021年度ではオンライン形式になりましたが、8回目の今回は羽田の整備場見学を含む2日間のワークショップを開催しました。テーマは未来のジェットエンジン開発プロジェクト。飛行機のエンジンを中心にした講義の後に、未来のエンジンや飛行機の姿を考察し発表する体験をしました。画面の映像はワークショップ初日に訪れた羽田の整備場内の JAL スカイミュージアムです。ここには日本航空が採用してきた歴代の代表的な飛行機が並んでいます。初期の3機まではプロペラの回転で推力を生むエンジンですが、その後ジェットエンジンに変わっています。この映像では初めにワークショップ1日目に行われた日本航空での講義の一部と、2日目の東京大学生産技術研究所での吉川先生による講義の内容のほか、特典映像として2日目のワークショップでの参加者の発表の一部を紹介しています。それでは
最後まで楽しみながら学んでいきましょう。